長安を追われねばならん。俺は帝のために董卓を討ったのだぞ。宦官も董卓も俺を追った奴らも皆同じか。俺は必ず戻ってくるぞ。いつか長安に戻り、くだらん奴らを叩き潰してやる。朝鮮、無事だったか。はい、父も。私はこれから父が安らかに過ごせる地を探します。父ももう長安にはいられませんので。ですが必ず戻ってまいります。宝仙様のもとへ。それまでどうかご無事で。分かった。